願いします。まあ睡眠に関してはどうですかね。まあ寝れはしましたが、そんなに多分深い眠りには、まあ、つけてない感じで、まあそれはまあいつも同じような感じなんで、試合後だなって感じです。もうダメージも全くありません。まあ昨日も試合後の会見で言ったと思うんですけど、まあ陣営の作戦通り、まあ慎重に冷静にとボクシングをすごく徹底してできたのかなと思うし、自分がやっていた以上に映像で見返したらやってる感覚よりもっといいなっていう感覚になりました。まあラウンド的に言うとまだそこまでちゃんと分析して見えてないんで分かんないんですけど、まあただドームでの1ラウンド目の、まあ、ああいう、まあ、ミスからのやっぱ改善ということで今回そういうテーマを作ったんですけど、まあ、それをしっかりとどのラウンドもできたのかなと思います。そうですね、まあ、自分にとって、まあ、今回その内容とは別に最終的なフィニッシュシーンとしては少しこう不完全燃焼で終わってしまったというところもあるので、また実際に12月というこの短いスパンでやれるということなので、この気持ちを切らさずにそこの12月の試合に向けて、まあ、気持ちを高めていきたいなと思っています。僕は2週間休みます、はい、まあここでしっかり2日でしょ。え、2日の間違いですか。2日の間違いです。1人だよ。2日だよね。まあ体力的にはね全然問題ないんですけど、やっぱり精神的な面でのやっぱりものもあるので、まあ、そこをしっかりとリセットしてから新たな気持ちでまた12月に向けて頑張りたいと思います。まあそこについては全く問題ないかなと。逆に5月、9月のスパンでこの試合ができたのも割と自分の中では、まあ、プラスなところも多くて、まあ、気持ち的な部分、体的な部分とも切らさずやっぱできたっていうのもありますし、まあ、ボクシングが好きなのでこのスパンで試合をするということは自分の中ですごく楽しみなことでもあるし嬉しいことでもあるので、そこは自分の方からぜひやらせてくださいということを会長に伝えたので、まあね、3回できるその、まあ、嬉しさをしっかりと試合に表したいなと思います。まあ3試合できるというのはその試合を通して成長できることが多いと思うので、まあ、そこもプラスだと思います。まあ自分としては用意された試合をこなすだけなんで、また来年の話ですし、その12月の試合をクリアしてからしっかりと多分話が決まっていくと思うので、またその時に向けて楽しみにしていただきます。まあそうですね、まあグッドマンに関してはすごい正統派なイメージを持ちます。まあアフマダリエフも自分はそのタパレス戦しかまだあまり見たことがないので、まあなんともちょっと今言い難いですけど、また決まればしっかりと見ていきたいなと。まあでも前回と今回とまあ少しずつ減量方法もまあ変えていったんですけど、まあ試合中の動きもすごくいいですし、まあ自分の中ですごくフィットしているなという感覚ではあります。悔しかったのに関しては昨日ちょっと重かったな。まあ気持ち重かったかなぐらいですね。はい、大きく増やしたのは対ドレニーというわけではなく、それもちょっとありますけど、このスーパーバンタムでどこまでリカバリーができるのかっていうのもちょっと、まあ、試したかった部分もありますし、もう少し試行錯誤は続くかなと。そうですね、まあ、次あたりでしっかりとバッチリくると思います。なんかなんか、ありがとうございます。
お願いします。すいません、カメラに向かってちょっと。